I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. 皆さん、こんにちは。西内ひろです。ただいま私、メキシコに来ています。暑い。嘘です。今日はお家のテラスからお届けしています。もうね、海外行きたい、行けない、しょうがないということで、実はですね、新しく編集したものをチャンネルにアップしたんですけれども、いろんな著作権の問題上なんと却下されました。何をアップしたかと言いますと、フィリピンの観光大使を務めているんですけど、いろんな活動を実はやらせていただいてまして、で、この間テレビ番組にも出演したんですね。もう神々だ。テレビ番組言えない。まだ暗いですね。皆さん、おはようございます。西内ひろです。ということで、今日はですね、25年も続いているコメディショーに出ます。タガログ語なんですよね、フィリピンって。めちゃくちゃ難しいですね、タガログ語。なんか舌が慣れてないから、ずっとこう言い続けてないと、なんかもう神々で難しいです。行ってきます。バブルガンという、フィリピンで25年続いている番組に行きます。あまり海外でのね、番組は初めてで、今回This is my manager in Philippines. Hi. 街スナック、これが結構美味しい、ガーリックちゃん。Narito po tayo ngayon para pakinggan ang kaso tungkol sa pagpatay ng isang agila. Hayay! Hon Daste, sorry, Yomono. Ikaw ba ay sumusumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Mm-hmm. So, opo. 入ってこないから、もうちょっと焦り気味が出ちゃってますね。ゆっくり行ってほしかった。だからヘアメイクに向かいます。今日は役をするみたいなので、顔を写真にするんですが、日本でもやったことが実はありません。フィリピンでやってもらうとどんな風になるのか、ちょっと楽しみですね。ありがとうございます。This time, gusto ko naman ng power ballad. So, ikaw na lahat sa akin. Power ballad? Para pa ka siguro sa top spot, ano ba? はい。初めての初塗りを、初塗りじゃない、白塗りを、フィリピンでやることになるとは思いませんでした。意外とこういうちょっと変わったことするの好きなんですよね。フィリピンだからやってしまったっていうのは正直あります。はい、ということで、人生初がまさかのフィリピンでやることになるとは思いませんでした。あれ、果たして面白いんですかね。私も未だにちょっと面白かったかは謎なんですけど、まあマネージャーさんのジュンさんに聞いたら、あ、もうめちゃくちゃ面白いって言ってたんで、今回これご覧いただいたのは白塗りのやつだったんですけど、5回ほど出させていただいて、まあ、いろいろとコメディを
まさかのフィリピンでやったりしています。で、普段こちらがまあメインと言っていいのかもしれません。はい、まあ、普段はちょっとこういうクールなこともしております。I started designing global channels. I love brochures. I love fashion. And then, 明日からフィリピンマニラ市内出入り禁止ということで。出られません。出られません。私アルコールこれしかないの。何がね。困った。明日からモールとかない。やってるだけはあの銀行薬屋さん。明日からもうみんなこれよ。マガジンとかね、モデル業を中心にやらせていただいております。あのキムガンという私の大好きなデザイナーさんなんですけど、まあ、よく私の YouTube に、まあ、結構最初の段階からね出演していただいていますけれども、まあ、彼女は楽屋というブランド名で日本のワードじゃないですか、楽屋、日本が大好きなんですよ。だから彼女のデザインするドレスには和が入っていて、なのでやっぱり海外で活動するときは日本のちょっと和のね要素が入ってるだけでこう日本人ってアピールができるので、まあ、彼女のドレスっていうのはすごく魅力的だし、でもなんかこうただ着物とかっていうのももちろん大好きなんですけど、まあそういういろんなシチュエーションに合わせてそういったドレスとかね洋服を作ってくれるので大好きなんです。ぜひ皆さんも気になった方いらっしゃいましたら、あのキムにオーダーメイドでも作ってくれるので、ぜひ皆さんオーダーしてみてはいかがでしょうか。はい、そして2年前にフィリピン観光大使に任命していただきまして、実際行ってみるとたくさんのリゾート地があって、で私は海がすっごく好きなので本当に綺麗なんですよ、透明度高くて。でしょ、もうね透き通ってて、しかも日本から4時間で行けるんですよ、この場所に。英語も皆さん喋れるので英語の英会話にもなるし、はい、私もうねフルーツとかも本当に安いし、マッサージも1時間800円とか600円とかでも受けれちゃうくらいなんですね。なので旅行するにはすごくいい場所です。で今はもうこのコロナのせいでもう全然ね海外行けないですけれども、まあでもぜひ皆さんまた行けるようになったらこの美しいフィリピンの島にですねぜひ遊びに来てください。ということで今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。ぜひ皆さん、またチャンネル登録の方ねよろしくお願いします。では西内いろでした。バイバーイ。